こんばんは、翔です。ドラクエヒーローズ2続きやっていきたいと思います。ではですね、次はもうセザールと戦うのかな、感じ的に。なのでいろいろ、まあ防具とか武器も買えるけどね。武器結構、お金結構貯まってますね。そうか、じゃあバトルアックス持たせますか。とりあえずバトルアックスをオルネーゼに持たせましょう。金のそろばん、まあガボとかは良さそうなの持ってるもんね。とりあえずこのパーティーでもう一回行きますか。誰か変えてもいいですけどね。まあ、このまま行くか。ちょっとスキル振りますね、じゃあ。テレシアの15、体当たり、ロストアタック。三河足台振りましょう。よしよしよし。で、なくなったね。で、マリベルは、メラミ。メラミ覚えさせて、これ先、ルカナン、いや、でも、オルネーゼが下げれるもんね。三河師匠。ハイテンション2秒アップ、なかなかでかいよね。と、あと HP と MP も上げれるかな。で、力というか、身の回り、基礎ステータス上げれればいいかな。器用素。まあ、ここら辺上げ、力、賢さと器用さ上げておきますかね。ほいほいほい。で、ガボ。口笛、遠吠え、火炎の息、覚えましょう。レベル24以上ね。まあ、ここら辺の基礎ステータスも適当に振りますね。三河師匠、両方つけておくか。じゃあ連続引っかき強化、なるほどね。まあここら辺取ってもいいけど、どっちか。連続引っかきの後続けて三角押すと攻撃クロスタックル、ちょっと置いときますか。オルネーゼ、ハリケーンの三河師匠か。防御性能、まあ身の守りだけ上げればいいかな、とりあえず。よし、行きましょう。まあラゼルとトルネコは置いておいて、間違えた、ルーラーで飛べるんだよね多分。よし、行きましょう。次のバトル、セザールともう戦うのかな、どうなんですかね。お、ニュービー入りましたね。うわー、テザールっぽいな。むやみに前に出ちゃダメよ。うわー、かっけー。お前たち一体どうしたっていうの、なんでオレンカと戦争なんか。久しぶりだな、ゼザール。まったく、王子のくせに出しゃばりなところは相変わらずか。4年ぶりだな。めっちゃ久しぶりなんだね。4年ぶりか。うお、かっけー。少しは大人になったものと思っていたが、絶望的なまでに熱血バカのままだ。熱血の何が悪いんだよ。お前だって本当は熱血バカのくせに、このカッコつけ王子。カッコつけ王子。やはりお前には俺の美学がわからんよ。ちょっと二人とも、いきなり喧嘩するのやめなさいよ。私たちはセザールを説得しに来たんでしょ。説得だと。なるほどな。お前たちはオレンカに味方しているということだ。見損なったぞ。正義は我にあり、裏切り者には
俺がインドを助ける。そうだね、とりあえず話を聞く間もなく、とりあえず倒さないといけない感じだね。あんたたちも腹をくくって戦うしかないよ。よしよしよし。サッカー、セザールは怒ってるのね。とにかくあいつは何か誤解してるみたいだ。ならぶん殴って目を覚まさせるまでだな。力技ですね。よしよしよし、行きましょう。セザール一人か。あー、やっぱりね。なるほどね。拳でかかれ。うぃー、あれ行くか。お前相手だろうと。これセブンのボス戦だっけ、この BGM。 うおー、ちょっと攻撃範囲広いね。うおー、つえー、マジかよ。そうそうそう、ガボの言う通り。うっしょー、なかなかやね。倒したい。倒した、もうちょいか。やばいやばいやばい、やべやべやべ。ちょっと遠距離しますか。 MP が足りない。お、いいタイミング。これコイン出んのか、地獄の鎧。ちょっとしんどいな。どうせこんなんライフ半分になったらなんか出てくるんやろ。今のうちに。あー、結構食らっとるな。うっそー、食らうかね今の。おー、いいねいいねいいね。どうだザザザ、ちょっとはこっちの話を聞きに。なるのか。ジャイワールドの怒りは面白い。ねえねえ、あそこ。はあ、なるほどなるほど。ちょっとここタパパパッと倒しに行くか。あ、そっか、呪文セットしてないんだ。ミスったミスったミスった。あれもういい。うっそー、なかなかきついな。攻撃範囲が使って、はい、みいいねー。うおー、ほうほうほう。あー、弓矢がまだ落ちてくるんか。これがダッシュできないもんな。うおほう。遠距離攻撃を持っとるのあいつ。あれ、どこの？みんなが離れていても油断は禁物だよ。このままじゃ
わ、死んじゃったじゃん。大丈夫？そう、しかもメラミになってないしね。世界中。お前か。弓矢降ってくるけど、あそこに読むの？すげえ厄介だね。うわぁ、オッケーオッケーオッケー、だいぶ減らしたね。やばいやばいやばい、むむ。なるほど、メタルハンターとか来ちゃった。モンスターコイン、誰が死にそう。いいねいいねいいね、全然効いてないけど、とりあえずゴーレムを倒せた。強いね。お、もう倒せそうじゃん。いけー、よっしゃー。あー、世界樹の葉1回か使ってしまったな。倒すって、クソ、使わず倒したかったけどな。まあ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 、オッケーオッケーオッケー、説得はできなかったけど止めれたね。あ、でゼビオンに連れて帰ってお話を聞くっていうことですね。オルネーズ様、ゼイバーローズの審議が、はい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 、なるほど、街を見て回れってことやね。なんか増えてる。あー、もう一段階上の武器が、うわー、覇者の剣とかいろいろ変えそうですね。バトルフォーク、槍？
誰が使えるんや。なるほど。っていうことは槍が使えそうなキャラが仲間になるんか。おー、ブーメラン、ブーメラン、爪と、あ、弓。お、これは、あ、でもいっぱい杖も、杖も来とる。スティックで、ムチ、弓。あ、でもいっぱいなっとるだけか。普通にびっくりした。弓だからもうクールとか来るんかと思ったけど。あ、オーブ増えたのはでかい。うわ、25か、すごいな。これはまたお金集めの時間がいますね。あ、錬金ができるね。ちょっとしてみます。あ、リングとかいろいろ持ってるんだね。守備力、ほうほうほう、よしよしよし。ご協力お願いします。ああ、クエストを受ける。なるほど。まあ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 、気をつけて。オッケーオッケーオッケー。お、ここもフラグが立ってますね。はい、リッカさん。リッカはないんで初登場かな。で、あ、これオンラインのくだりだからいいや。お、よくぞいらした。うわ、スキル振り直しとかできるんだ。できたっけ前。すべての職人レベルが1になります。あ、なるほどなるほどなるほど。で、それで、なるほどね。それでその杖とかが出てくるってことか。誰がいいんだろうね。やっぱ武闘家が強そうだけどね、普通に考えて。はあ、戦士からってことね。まあもうちょい考えますか。よしよし。は、俺を授けよう。お、切り上げ。お、火炎切り、ライドインパクト。オッケーオッケーオッケー。スキルももらいましたね。じゃあもういいかな。オルネーズさんのとこ行きましょう。はい、で、審議の間に向かうっていう形ですね。これで、セザールがなぜ攻めたのかっていうのが分かる感じですね、おそらく。まあ、なんか誰かにはめられたみたいなのが強そうですけど。すげえ展開だな。お父さん殺されたんだね。父が殺された10日前の夜、父の部屋から出ていく貴様の姿を私はこの目ではっきりと見ているのだが、それに父の亡骸のそばにこれが落ちていたぞ。見よ、この羽を。すげえ、すげえ、完全に証拠、証拠を落としたわけですね。しかし私はジャイワール王を殺してなどいない。断じて見苦しい逃れはやめよう。貴様、それでも一刻預かる方か。静まれ。おお、あんま声出とる感じはないですけどね。静まれ。ジャイワール王が
よほどダンブルドアとかのが出てましたからね。確かに10日前の夕刻のことです。それが確かならば、オレンカ王はそなたの父を殺した犯人ではない。それは何故です。10日前といえばオレンカの建国記念日じゃ。オレンカ王は来賓として参ったわしの相手をしておった。一日中つきっきりでな。お、完全なるアリバイですね。ジャイワールへ赴き、ジャイワール王を殺害するなど到底できることではない。故にオレンカ王は、まあていうかこんな人がそんなジャイワールに行ってそんな王を殺すとか超目立ちますよね。何者かがオレンカ王に罪を着せるために装ったものだったのだろうな。はあはあはあ、なるほどね。騙されていたのか。父の仇に。だとしたら私はとんでもない愚か者だ。仇に踊らされ戦争を始めてしまうと。このような騒動を引き起こしてしまった関は王、我が首を跳ねるがいい。おお、待てよセザール、お前が死んだって何の責任も取ったことにはならないだろう。そうよ、それに真犯人も突き止めてお父様の無念を晴らせなくていいの。なあ、一緒に親父さんの仇を討とうぜ。名士様、私の気持ちもこの者たちと同じです。はあはあはあ、だつまり誰かがオレンカに罪、オレンカ王に罪を着せるために化けてっていう形か。だ戦争を始めさせようとみたいな形ですね。ですが、セザール殿、共にお父上の仇を探しましょう。いいっすね、いい王様や。無駄にしてはなりません。お、偵察か。ということで、すまなかったな、ろくにお前たち。はははは、王様、王様、そのことだけど詳しい事情を知ってその人物に目星がついたんだ。ほうほうほう、私のかぶっているこの冠は数年前建国記念祝いに東の森にある王国クレティアの、あ、また国の名前出てきましたね、クレティアの女王から贈られたもの。はははは、なるほど、この羽はってことだね。あー、モシャス、真似るやつだね。魔法の使い手で、まあ、姿形をそっくりにするモシャスの呪文が使えるようになって、はあ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 、なるほど、クレティアへ向かっていく形ですかね。あー、いいっすね。ゼザールめっちゃ強そうだよね、戦った感じだと。なので味方でだとだいぶ使えるんじゃないのかな。ゼザール、巨大な剣に魔法の力を込めて戦うことができる。はあ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 、昇天山は遠くに離れた敵も攻撃できます。氷河山は氷の塊を、はあはあはあ、へえ、まあ一回使ってみましょう。
3人連携して、はパーティーコンボ R1 をしながら L2 を押すと操作キャラを入れ替えつつ攻撃、へえパーティーコンボっていうのがあるんですね。なるほどなるほど。ということでクレティカに向かっていきましょう。今日の動画はここら辺かな。以上になります。ではまた次の動画クレティカへ向かっていきましょう。ありがとうございました。ショーでした。